幻の竜宮の使い食ってみた。みんなやばい。湘南の海に伝説の深海魚が流れ着いてた。ちょっと待って、やばすぎ。大きさ約3メーター、伝説の竜宮の使いです。早速調べてみましょう。何何？エビの刺身食えそうですね。料理ってのはね、だいたい腐りかけが一番うまいの。完全にこれエビだわ。薄く切って調味液につけてあげたら、あっという間に漂着した伝説の深海魚の漬け完成。いただきます。果たしてエビの味はするのか。ということで結論、竜宮の使いは増えます。ウィキペディアは嘘しかつかねえ。